倉庫のそこそこラジオ。まあ思いがち的な本当に素朴な疑問の話なんですけれども、どうも関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオというわけで、今回は高級ブランドの底がです。まあ高級会社、高級な洋服、ファッション、ハイブランドの、まあ、ショップやディーラーなどに勤めている、働いている方のことなんですけど、そういう高級ブランドのスタッフの方は、その働いている自社のブランド品、あるいは車というのを所有されてるものなんですかねっていう、まあ誰しもが一度は思うような、ありがちな、思いがちな疑問といえば疑問だと思うんですけど、まあまだブランド品は、洋服は、まあそれでもね、やっぱ何百万ってするようなもの、時計とかね、そういう商品を自分でも買って身につけていたりするのか、会社のディーラーにお勤めの方はやはり高級をもらっていて、自社の会社、高級車を乗れるのだろうかとか、やはり実際に自分が乗ってみてこそお客さんによりね、接客で伝えれることもあるでしょうし、身銭を切ってっていうんですかね、結構まあいいお給料で買えるのか、それともローンとか組んで少し無理してでも手に入れようとされるのか、あるいは社員さんならではの特典割引みたいなこともあって、まあそれでも高いと思いますけど、一般的な価格よりはやや安く買えるのか、それともこうなんか洋服とかはある程度支給されたりね、そのハイブランドのスタッフの方の私服、常にその自分が働いてるブランド品を身につけてはるのか、それも相当なお金がかかるだろうしなって、その辺がどなたかそういうショップやディーラーにお勤めの方に、今まで僕知り合ったことがなくてお話聞けたことがないんですけど、どういうもんなんかなって聞いてみたいですね。もうだいぶ前になりますけど、20年くらい前かな、一度僕海外ヨーロッパに、まあ、高級ブランドの商品を買い付けに行くというか、まあ、個人輸入というか個人的に買って日本のなんかブランド品扱い店に売るみたいな、なんかそのそういうのをやっている知り合いの知り合いみたいなのがいて、一度ねついて行かしてもらってというか経験させてもらったことがあるんですけど、いろんな国、フランス、イタリア、スイスとかヨーロッパを車で回ったんですけどね、フランスのモナコ、フランスじゃないか、モナコにですね、当時あった高級ブランドのスタッフがね、泊めてる
車駐車場で、あの車あのブランドショップの誰々の店員の車やと、まあ、高級外車を止めてあったんですけど、やっぱりハイブランドのスタッフはそういうの買えるんすねって言ったら、いや違うと。まあそのブランドの中でもめちゃくちゃ人気でなかなかこう手に入れられない、何百万もするような、例えばバッグをこう横流しというか、その次入ってきたのを下ろしてやる、あの売ってやるみたいなんで、その代わりにリベート的な何かこうそういった上積みを要求して、私腹を肥やして高級会社に乗ってるんやあえて、ほんまか嘘か分からんすけど教えてもらってですね、まあそれはだいぶ昔の話やし海外の話やしということで、日本ではそういうことはまずできないでしょうけども、そういうね、あの入荷したらいち早くあなたに売ってあげるからその分みたいな、そういう儲け方をそのモナコのあるとある超有名ブランドのバッグがもうめちゃめちゃ人気だけどなかなか入荷手に入らないっていう、そのバッグを使ってというか、それで一儲けしてたっていう噂もありましたけど、高級ブランドにお勤めの方などはどういった気苦労というかね、やっぱりこう自分もそのブランドが好きで買いたくて入ってはるんかなと思うんですけど、実際にそういう高級会社とか手に入れれるのかっていう、今日はひたすら疑問を話しただけでした。もし知ってる方いたら教えてください。そうこうでした。さよなら。バイバイ。